ゼゴルト君さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。本日は闇が深いと言いますか、芸能界のドロドロを描いたような許しがたい事件でございます。動画ご視聴後に皆さんの感想をどう思ったのかというのをコメントでお書きいただければなというふうに思います。今一番席を探していることですが、一旦詳細です。新潟を拠点に活動するアイドルグループ NGT48 のメンバー山口真帆さんが1月8日のライブ配信中に、先日の公演終わりに自宅玄関先で男性2人に暴行を受けていたことを告白しました。さらに山口真帆さんのツイッター等の証言によれば、その男性2人組は同じグループに在籍する他のメンバーの部屋から現れ、彼女の帰宅時間や自宅住所、電話番号といった個人情報をそのメンバーから教えられた。さらに警察に対処してもらったが、運営からの圧力もあり不起訴になったと証言したんですね。これやばいですよね。最初これ嘘やろと思いましたもんね。なんかこう二股とかその恋愛関係があってからこう不起訴になったんかなってね、そういう風に思ったんですけど、全部本当だったんですね。さらに運営が加害男性と情報を巻いた男との関係を認めたことから事実であることが判明します。ここから世間の逆襲が始まります。当然ことの概要を探るべく、ものすごいスピードで特定が始まります。では特定されたことをざっくり、加害者の男2人の身元、その2人に情報を提供していた支配人とズブズブの関係の男の身元、帰宅時間を提供したと思われるアイドルとね、ほぼ全てがたった数日で特定されます。さらに卒業生の指原莉乃さん、北原理恵さんらも運営に対し不満のツイートしたことからさらに大炎上する騒ぎになっているということなんですが、結果この一連のことをまとめますと、これはもちろん憶測とかも入ってるんですが、メンバーの部屋に男が入り浸っており、その日も家で遊んでいた。他メンバーは知っていたが日常的ないじめ、社長令嬢ということもあり陰影も黙認。すると男らは山口真帆も呼びたい、またはうざいから襲うということになり、帰宅時間を教え部屋に襲撃。悪ノリだったため叫ばれてヤバいと思い終了。警察に山口真帆を相談するが、運営らからメンバーを処分するから黙っててくれと言われるが何もなし、怒りが爆発し告発という流れなんですね。これが本当であれば救いようのないクズですよね。これは彼女だけじゃなくて日常的に行われていたみたいです。他メンバーや卒業生へのレイプ被害だったりとかストーカー被害とかね、これそれに関与したメンバー、その男に関しては徹底的に、社会的にね、法に基づいた制裁を受けてほしいですし、それも金権力のために黙認していた支配人も絶対処分を受けるべきですよね。この事件で謝ったのは誰か、山口真帆さんなんですよね。なぜこんな一番の被害を受けた方が謝罪をしないといけないのか、これは逃げられないところまで来てると思います。今支配人を解雇させる署名まで集まっております。さらに海外メディアまでもが疑問を取り上げて批判しております。僕は昔からのファンとかそういったわけではないんですが、この事件に関しては山口真帆さんへの謝罪、他メンバーへの謝罪、加害者への刑罰、世間は全て正しいことを望んでいますよね。アイドルグループ全てにこういった裏があると思わせるようなスキャンダル、今出ている情報が全て正確ではないからこそ、白を切らずに早く認めてほしいということです。アイドルを目指している人、真面目に頑張る全ての AKB グループへの謝罪も忘れずに。おいお前ら、逃げるんじゃねえぞ。